Thank you very much for waiting. So, good morning to the participants. ドバンの参加者の皆様、そしておはようございます。こんにちは、こんばんは、オンラインの参加者の皆様、世界各国からご参加いただいています。それでは、COP28 のジャパンパビリオンの今日の第1弾のイベントにご参加いただきありがとうございます。クリーンシティパートナーシッププログラム C2P2 セミナーで気候変動、汚染生物多様性の素質を含む都市課題の解決に向けてです。IGESの私は片岡と申します。今回進行役を務めさせていただきます。パリの協定の目標に達成するためには、7割ほどの都市の脱炭素移行が不可欠です。そしてエネルギー消費量に関してもそうなります。そのために、グローバルなイニシアティブの推進が必要です。2023年の2月、日本環境省、それから JICA は、クリーンシティパートナーシッププログラムを立ち上げました。C2P2 と呼ばれています。これは世界各国の都市の支援なども行っていくものとなっています。そして企業、それから金融機関、そして自治体、そして MDB とも連携しながら、包括的な支援を都市パートナーに課題に対して提供していくことになります。これはネイチャーポジティブを目指し、循環経済を目指し、さまざまな課題に対応していくための試みとなっています。日本政府も主導する形になっています。このような前置きはこれぐらいにいたしまして、松沢豊地球環境審議官に登壇をお願いしたいと思います。ご紹介の方よろしくお願いします。ミスター森田隆博 JICA 地球環境部部長、ミスターグエンコンビンガリア・ブンタウ省人民委員会の副会長、そして本永博之沖縄電力社長、斉藤則夫アジア開発銀行水都市開発セクター上級グループ長、ご来席の皆様、おはようございます。今回サイドイベットにご参加いただきありがとうございます。クリーンシティパートナーシッププログラムに対するセミナーとなります。気候変動、汚染、生物多様性の損失を含む都市課題の解決に向けてお話を進めていきたいと思います。今日は都市における気候変動対策を加速させるための取り組みと都市間の連携拡大の取り組みについてお話したいと考えています。世界は現在、気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの危機に直面しています。これら3つの危機を克服するためには、温室効果ガスのネットゼロエミッション、循環型経済、ネイチャーポジティブエコノミーが重要な対策となります。ここで強調したいのは、統合的な解決策を模索する必要があるということです。バラバラであってはなりません。またトレードオフを回避し、ウィンウィンのソリューションを見つけていかなくてはなりません。都市ということで見てみますと、都市というのは SDG の出発点となると思います。IGC の AR4 を見ると、都市というのは温室化ガスの7割を占めています。そしてシェルメールシャイクでも都市の重要な役割を認識しました。また札幌での G7 の大臣のステートメントでもネットゼロに向けての都市の役割ということを謳っています。というわけで、科学的な基盤というものが、また政策の基盤というものがあるわけです。日本政府はネットゼロを2050年までに全国で達成しようと考えています。そしてこのコミットメント、国のコミットメント
を達成するために政府は、日本政府は100を超える脱炭素先行地域を指定する予定です。これは2030年までにネットゼロを達成することを目指しています。そして全国に脱炭素先行地域を2050年までに100を超える地域として指定していく予定です。そしてこちらの方がすでに指定された地域となります。政府が支援、財政的に支援しています。そして技術的な支援も行っています。滋賀県と堺市も選ばれました。そして先進的で意欲的な取り組みを行っています。またこの優れた脱炭素技術、そしてノウハウが世界中に広がることを期待しています。環境省の国際都市間連携プログラムは国際的な政策やノウハウの共有に役立つ仕組みとなっています。さて現在このプログラムでは20の日本の地方自治体が49の外国の都市とその10年の歴史の中で提携しています。7カ国における25の具体的な脱炭素プロジェクトが都市間連携事業の枠組みの中で策定されています。バンコク都と横浜市の C3P の好事例をご紹介します。 JICA が支援した気候変動に関するマスタープランに基づき、横浜市はエネルギーセクター行動計画の策定などを行っています。この都市間連携プログラムの経験と教訓を踏まえて、環境省と JICA は他の主要なステークホルダーと連携してクリーンシティパートナーシッププログラム C2P2 を立ち上げました。このプログラムは統合的な解決策をカーボンニュートラル、循環型経済、レジリエンスといった複雑な都市問題に対して提供することを目的としています。また包括的そして相乗作用のある支援を対象都市に提供し、技術的財政的資源を結集して多層的なステークホルダーにも参加してもらいます。さて最後になりますが、持続可能な社会への変革には統合的なアプローチが不可欠です。そして都市というのはまさにその出発点だと言えます。日本環境省はこの変革に貢献するため海外の都市を支援していきます。これは日本の企業や自治体、そして ADB を含む関連機関と協力し、気候銀行、アジア太平洋の気候銀行などと協力していきます。そしてグリーンシティパートナーシッププログラムの下で進めていきます。最後に C2P2 が持続可能な社会の実現において世界をリードすることを期待しています。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。松沢地球環境審議官でした。それでは次は森田隆博 JICA 地球環境部部長にご登壇をお願いいたします。 JICA の状況をご説明していただきます。よろしくお願いします。豊松沢 Vice Minister for Global Environment Affairs at the Ministry of 松沢豊地球環境審議官ウェン・コンビン、バリア・ブンタウ省委員会副委員長、そして元永沖縄電力代表取締役社長、その他皆様おはようございます。森田隆博と申します。国際協力機構の地球環境 部長でありますけれども、 JICA が C2B2 にどのような形で貢献しているか、そしてクリーンシティイニシアチブをどう助けているか
かお話をしたいと思っております。すみません。Sorry for the troubles. Let me, 技術的な問題がありました。もし、わけありません。まず最初に、どのようなチャレンジがあるか、皆様にご紹介したいと思います。まず最初、この廃棄物の処理ですけれども、世界中でゴミは増えているわけです。時に海洋ゴミが増えております。今、800万トンぐらいのプラスチックが海洋に流れ出しています。推定によりますと、このままトレンドが続きますと、プラスチックの量が魚よりも多くなってしまうということになります。2050年です。そしてプラスチックの 80% というのは地上から来るということで、この土地利用ということを考えなければなりません。サブサハラのアフリカにおきましては 70% ぐらいのこのゴミが全く管理されておりません。そして水の汚染ということに関しては、36億人の人たちはトイレもない生活を送っているわけです。また700万人ほどが空気質の汚染によって亡くなっています。また JICA ですけれども、非常に特定のアプローチでこの問題に対処しています。これはクラスターというふうに呼んでいるわけなんですけれども、まずゴミ処理を整備することによってリサイクル志向の社会を作るということ、そしてクラスターの2つ目でありますけれども、これは水、空気、そして土壌のを健康にしようということを考えています。いくつか例があるわけですけれども、日本の経験というのが大変役に立つわけです。こちらの写真をご覧いただきたいわけなんですけれども、これは東京の状況であります。そして左がこのゴミの量が分かると思います。またこの赤いところが人口、そして赤いところがゴミ、そして青が人口でありますけれども、人口が増えると、そしてゴミが増えているわけなんですけれども、3つの段階にあたります。50年代から60年代、その時にはマニュアルでゴミを回収しておりました。そしてまた埋め立て地も足りなかったということがあります。ということで深刻な問題があったわけです。その後、日本の政府といたしましては、この地方、そして中央で、それぞれの地域に焼却炉というものを設置することにいたしました。そして3つの R ということで、リユース、リサイクルなどが進められました。しかし、ゴミというのは、その後、1990年以降、人口が増えても、ゴミが減ってきたということがあります。そして、まあ、ゴミの種類は増えているわけなんですけれども、3つの R のそのコンセプトというのは、人々に受け入れられています。中央、そして地方の政府、また企業もこれを受け入れて、今、リサイクルの社会が進んでいっているというのが現状であります。また、JICA には、97の海外オフィスがあるわけですけれども、そしてさまざまなその自治体のゴミ管理を行っております。で、これはバイの協力だけではなくて、地域の協力も行います。太平洋地域、あるいはアフリカなどにおいて、モチベーションを上げて、そして自分ごとにしてもらうということを心がけております。それでは、我々のその一つの例をこちらでご紹介します。バングラデシュのダッカですけれども、この協力を始めたのは2004年であります。そしてゴミトラックなどを提供して、またこの衛生的な管理のされた埋め立て地を始めました。これが非常に重要なことであるわけなんですけれども、人々がこの学んでゴミが回収できるようにしました。人々と、そして自治体が時間などを揃えてゴミ回収をすることによって、この
回収率というものが大きくなりました。2004年には 44% だったのが、21年には 85% になっております。これはダッカの奇跡というふうに呼んでおります。ということで、ぜひ皆さんにこの教訓などを共有したいというふうに思っています。最後になりますけれども、こちらのセミナーがチャンスとなって、ぜひその経験、そして知見を共有できればというふうに思っています。そして、パートナーシップを強化したいと思います。C2P2 を通して、ぜひ持続可能な社会を築いていきましょう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。森田様でございました。良い、その、最善観光、ダッカの奇跡を通じてお話しいただきました。すいません。技術的な問題があって、申し訳ありませんでした。それでは次のプレゼンテーションです。続いては C2P2 の好事例ということでありますけれども、まずは斉藤則夫さんの方にお願いしたいと思います。アジア開発銀行の方です。どうぞお願いいたします。Very good morning, おはようございます。今回、ADB をこのようなサイドイベントにお招きいただきありがとうございます。私は ADB でシニアダイレクターをしております。7分間与えられておりますので、少し急いでプレゼンをしていきたいと思います。ありがとうございます。それではアジア開発銀行 ADB ですけれども、設立は1966年となっています。現在68の加盟国がいて、域内メンバーが49カ国、そして私たちの本部はフィリピンのマニラです。2030年の戦略ビジョンというのは、豊かで包摂的で強靭で持続可能なアジア太平洋地域を実現するというものになっています。日本、アメリカが ADB の2大株主となっています。そして40人の日本人職員が私も含めて ADB で勤務しております。それではアジア太平洋地域における都市部の課題ということで、森田様からも多少ご説明いただきたことをご紹介したいと思います。まず5つの課題があります。まず1つ目、これはインフラとサービスが不足しているという点です。多くの人たちが安全な水道にアクセスできません。そして衛生的にも利用ができないような状況です。その一方でアジア太平洋には急速な都市化が進んでいます。2点目、これは持続可能性ということになりますけれども、環境においてということになりますが、 80% の下水が未処理となっています。また100都市のうち92都市の最も汚染された都市というのがアジアにあると言われています。これは2022年です。中国、インド、パキスタンなどといった国々ですが、深刻な大気汚染の問題を抱えています。そして複雑な問題で、エネルギー、運輸、農業などといった問題にも絡んできます。というのも、焼き畑農業などをインドはしているために大気汚染を招きがちという問題があります。もっと多くの努力の余地があります。3点目ですけれども、包摂的で公平な開発ということになります。全く承認がない、あるいはスラム地域というのはアジアには多く存在しています。そしてこうした地域に対するサービスの提供というのは、他の市民に比べて少ないというのが現状です。また気候変動に絡んだ問題もあります。それと最後の方になりますが、地方自治体のキャパシティということもあります。地方自治体と協力して進めていかなくてはならないこともありますが、人材、それから資材が足りない、財源が足りない、そしてテクノロジーが足りないといったようなさまざまな課題を抱えています。
こちらのグラフですけれども、都市のプロジェクトの年間のコミットメント、この10年間 ADB がコミットしているものとなります。トータルで175億ドル。コミットメントだけで平均17億ドルということになります。これ年間ですね。そして26億ドルという数字があります。これが地域ごとのコミットメントとなります。左手の円グラフでは、南アジアが大体 50% ぐらいを占めています。一番多いのがインド、それからバングラデシュが一番多く受け取っている国々となります。アジア、太平洋地域、そして東アジア、東南アジア、太平洋諸国ということで分けています。サブセクター別に見てみますと、やはり水道供給というのが一番大きな割合を占めています。その後は下水などになります。そして衛生問題、それとダイベステーションということもありますので、適正価格の住宅、それから固形廃棄物、そしてアーバンプラントというようないろいろなスラムの開発など、それから都市運輸の事業、そしてメトロ、地下鉄などの事業がアジアの各国で進んでいます。これは会計上の問題で、都市運輸に関しては運輸部門の方にコントリビューションの方に含まれています。これは都市部門の運輸も含めると、この年間のコミットメントは30億を超えることになります。インド、フィリピンで特に貢献が割かれているからです。そしてこの3つです。最後の3つのスライドは具体的なプロジェクトのご紹介となります。気候変動の適応策に関して、それから緩和策に関してのものです。バングラデシュの方は気候レジリエンスに関するプロジェクトとなります。さまざまなこれまでの介入とは違うアプローチを使っています。この適用アセスメントを2022年にコンサルを通してバングラデシュで行いました。そして脆弱性のリスクが小さな町にある、沿岸の町にあるということが分かりました。そしてこのレジリエンス強靭化を図っていくというのがこのプロジェクトとなります。さて、これが22の沿岸の都市ですけれども、こちらの方で ADB の方からローンを組んでいます。こちらの方が3億1000億のローンとなっています。気候強靭化を図るため、こうした海岸沿いの町々に強化を図っていくプロジェクトとなっています。またサイクロンにさらされやすい国々であるため、これを対応するためのインフラを拡充していかなくてはなりません。また避難が必要なときにサイクロンシェルターを建設していかなくてはなりません。これをストームウォーターに関して排水の整備をしていかなくてはなりませんし、現地の人たちが強靭化を図るための支援をするためのプロジェクトとなっています。それと脆弱性の高い強コミュニティに対して、例えば6つの町に対して生活の支援ということも行っています。クライメートファイナンシングの一例ともなります。そして最後のスライドですけれども、これが緩和に関する、気候緩和に関するプロジェクトとなります。これは廃棄物を使った発電に関するものとなっています。この廃棄物ですけれども、500トン毎日出ているということで、この廃棄物管理の改善ということでプロジェクトを進めています。回収、それから廃棄物の運輸システムを改善し、仲介業者を通して廃棄物をエネルギーに変えていくということをやっています。しかし、やはり行動の変容のキャンペーンということも行わなくてはなりません。リサイクルを促進していくためです。そして包括的なアプローチをとって廃棄物管理の実践を変えていこうと考えています。上の映像ですが、これはプロジェクト前のものです。こちらの方は燃やしているゴミなどがありますので、漁業、地元の漁業などが影響を受けています。
そして現在、廃棄物を使った発電所が建設中です。これが2025年に工事が終了する予定です。日本政府のご支援にこのプロジェクトに関して開始したいと思います。そして1000億を JCM を通して私ども支援をいただいております。またモルジブのような負債の負担があるような国にとって非常に助けとなりました。以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤様、 ADB の方でした。素晴らしいプレゼンでした。それでは今時間が迫っておりますので次のセッションに移ります。次のセッションは好事例を C2P2 ということで共有していこうというものです。3つの事例を奨励していきたいと思います。まず1つ目の事例ですけれども、堺市Okay, so here's you sit in. Okay, so I would like to first, you know, I would like to ask the Tadaaki Inoue-san. まずは井上忠明様、滋賀県商工観光労働部主査をなさっています。プレゼンをよろしくお願いします。本日はお時間をいただき誠にありがとうございます。私は滋賀県商工観光労働部商工政策課の井上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私からは簡単ではございますが、ベトナム国家認証と滋賀県の都市間連携事業についてご紹介いたします。まずは少し滋賀県のご紹介をさせていただきます。滋賀県は日本列島の中央に位置しており、県土の中央には、日本一大きな湖である滋賀、琵琶湖がございます。自然豊かな本県では、自転車で琵琶湖を一周する琵琶市や冬はスキーとアウトドアライフが満喫できます。ユネスコ世界文化遺産である比叡山延暦寺や、国宝の彦根城など、歴史的な遺跡や文化が数多く残っています。また忍者発祥の地でもございます。近江牛や、近江茶、近江前田の美味しいものもたくさんございます。一度皆様、ぜひとも滋賀県にお越しください。とこんな滋賀県なんですけれども、人口、面積、県内総生産、すべて、日本全体の100分の1、1% 圏でございます。ただ特にものづくりが盛んでございまして、パナソニックさんやピアノ G さん、ダイキンさんなど多くの有名企業の工場が県内に立地しておる県でございます。本当は松沢地球神にご紹介いただいた米原市や湖南市の取り組みとか、今日展示されている、大金、失礼しました、大発さん竜王町の取り組みとか、所詮三井さんの、琵琶湖でやっていただいている実験の話とかもしたかったんですけど、ちょっと時間がないので、桑認証さんとの取り組みの話を少しさせていただきたいと思っています。滋賀県、中央部に県の面積の6分の1を占める琵琶湖がございます。琵琶湖日本最大の湖です。滋賀のシンボルで、美しい琵琶湖なんですけども、この写真のように、赤潮でかっては、深刻な水質汚染に陥って危機に瀕したというようなこともございました。そのような状況を目の当たりにした滋賀県の住民が主体となって、リンを含む洗剤の使用をやめて環境に優しい、天然油脂を主原料とした粉石鹸を使おうという運動、いわゆる石鹸運動というものが始まりました。これを機に、住民から行政の働きかけが行われ、その後行政による制度の整備や環境教育、企業の、基準遵守や行政との連携といったものが始まりました。こうした科学的な知識情報を基礎にして政策を立案して、流域全体で、行政、事業者、県民、研究機関などが協力して琵琶湖の水環境保全と経済発展につなげてきた経験というものを我々琵琶湖モデルと呼んでいます。この琵琶湖モデルは、世界の水環境の、課題解決に応用できるのではないかというふうに考えまして、滋賀県は、これまで、プロジェクトに取り組んでまいりました。桑認証さんとのご縁もこの琵琶湖モデルがきっかけです。
ハロン湾周辺の環境悪化に悩まれていたクアンニン省が、まあ、グリーン成長を進めるためのプロジェクトに、JICA さんを通じてハロン湾と同じ閉鎖性水域の環境改善の経験がある、我らの滋賀県が紹介されて、まあ、その縁から始まった JICA さんを通じて始まったこの縁が今に至っているというようなところでございます。で、ですね、現在、環境保全と脱炭素社会の実現支援のために、県内外の企業と連携してご覧のような体制で、クアンニン省の脱炭素に向けた取り組みというのを支援してございます。で、このスライドですけども、クアンニン省のグリーン成長に、グリーン成長の、まあ、方針に、まあ、どういうようにこの取り組みが関係しているかというのを示しているスライドでございます。で、これを、まあ、地図にプロットしていくと、まあ、このように都市部では高効率のボイラーなどや、太陽光発電で省エネと総エネを、していくと。で、離島や都市部では浄化槽の導入で水環境の保全をしつつ、そのオデーも含めて省内の有機廃棄物をガス化して発電していく、まあ、さらにはその残差を単価埋設することによって、まあ、プロジェクト全体で脱炭素化を進めていこうというようなものでございます。まあ、ただ、太陽光発電や高効率のボイラーといったプロジェクトは、まあ、導入した企業の利益にもつながるものですので、民間主導で進めていただけるものではあるんですけども、汚泥のガス発電や、それに先立つ浄化槽の導入には、やはり民間の資金だけでは対応というのが困難でございます。そこで、日本の外務省の草の根無償のスキームを利用し、まずはクアンニン省側のニーズも強い浄化槽について支援を行いました。これが導入予定の箇所でございます。見ていただいたこのダウ号棟の他に、まあ、30基ほどの浄化槽を、ノンプロジェクト無償スキームでも支援申請しておられます。計画の中では、浄化槽導入の動きっていうものが先行しておりますが、このように実現可能なものから少しずつ取り組んでいって、脱炭素のプロジェクト全体を前に進めていこうというもの、脱炭素社会の実現に向けて、クアンニン省側と一緒に進めていきたいというふうに考えております。また滋賀県では脱炭素社会の実現に向けて条例や計画を制定して、各種の取り組みというものを進めてまいりました。まあ、こうした知見を役立てていただこう、また、クアンニン省のやっている取り組みからも学ぼうと、脱炭素化、水環境保全に関するセミナー交流会といったものも開催しております。地球という視点から見ましたら、この、両自治体の協力というのは決して大きなものではございませんが、まあ、こうした協力関係が今後もより一層含まっていくことで、いずれは地球規模での脱炭素化と環境保全の一助にもなりうるのではないかというふうに考えております。本日はご清聴いただきありがとうございました。Thank you very much, Mr. Inoue. Please come back to the floor. 井上さん、どうもありがとうございました。続いては、クアンニン省から、チャンチタンタン氏です。ベトナム、クアンニン省投資計画省、海外経済開発局次長でいらっしゃいます。皆様、こんにちは。タン・タン・トランタムと申します。私、クアンニン省から参りました。今回のこのご参加の皆様にご挨拶を申し上げます。それでは私の方から、クアンニン省、そしてクアンニンとシーガの都市間連携事業による成果についてお話をしたいと思っています。また、JICA のプロジェクトについてもご紹介いたします。グリーン成長を求めているクアンニン省でありますけれども、クアンニンは海に面しております。そして、人口は138万人となっています。そして、6178平方キロの面積。そして、大変地形が多様であります。
川、山、そして、海、そして島もあります。ハロンワムは世界遺産に指定されております。ということで観光資源も恵まれております。また、港周り、貿易にも適しております。2010年の前、この省は鉱物の採掘を行っていました。そして、石灰岩、またセメント業などが発達していたわけです。そして、経済発展はしたわけなんですけれども、環境汚染が起こりました。2011年から、からはブラウン経済からグリーン経済への移行を図っております。そして世界的な BCG、 マッキンゼイ、そして日建設計、日本公営といったコンサルタントを動員して、そして社会経済的開発を行っております。マスタープランも立て、また省の計画をし、また観光を開発、そして人材開発なども続けております。この経済発展に伴いまして環境問題が起きたわけですが、水質、また空気質も汚染されました。その他都市部では人口が増えております。その他観光客も増えているわけです。そして発電所、またセメント工業などからも汚染のができているわけです。そして環境保全に関する人々の意識もあまり高くありませんでした。そして規制や制裁があまり厳格ではなかったという問題がありました。ということで、この環境汚染、土壌、その水、あるいは空気に関して、この問題は、しかし、この省のトップだけではなくて、企業、住民も責任を負わなければならないということで、ここ数年、官人は日本を重要なパートナーと位置づけております。開発協力も行っていて、そして、外交、文化、そして社会経済的な発展、その他投資協力も行っております。静岡、鳥取、堺、大阪、北海道など、そして滋賀とも提携をしております。日本の政府はたくさんの ODA を我々にもたらしてくださっています。そしてこの2015年以来、1億5000万ドルの日本政府、また JICA からのドネーションをいただいております。ハロン湖、ハロン湾の環境管理を行うという共通のゴールがあるわけですけれども、例えば都市部では洪水を減らし、また人々の意識を環境に対して高めるということも重要であります。そして経済社会的な開発にふさわしい環境を作らなければなりません。また観光、そして、観光客、また投資も誘致したいというふうに思っています。2021年以来、JICA は専門家を派遣してくださっています。そしてクアンニンのグリーンな成長に意識してくれています。またエコツーリズムの開発も行っております。浄化槽をこの島に設置するということもしております。また浄化槽の管理維持というものも重要となっております。ヘドロの利用も進め、海洋ごみの回収、輸送船の建造なども行っております。
equipment in order to carry out the above work, we had to cut down. 我々の作業には、機器だけではなく、やはり分散型生活水、排水の処理というものに関しては、制作も必要になります。そして作業部会を我々は発足させました。そして都市間の連携事業を進めております。2021年から2030年の官認証のマスタープランによりますと、2050年に向けて我々はベトナムのグリーン成長の先行都市になりたいと考えています。そしてハイテクの製造業、そして処理業などを誘致いたします。また、観光地にもなりたいと考えております。持続可能な開発をしていくわけですけれども、やはりこのターゲットを達成するためには、環境保全、また経済成長、社会開発というものを両立させなければなりません。これにはどうしても日本政府、また JICA の支援が必要になります。そしてこれからは滋賀県とのこの連携も強めていきたいというふうに思っております。クアン認証投資計画局といたしまして、またグリーン戦略に関する人民委員会を代表いたしまして、日本の政府、JICA、そして滋賀県、また JICA の専門家の皆様に感謝を申し上げて、そしてこれからも支援をいただきますようにお願いして、私からのメッセージとさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは席にお戻りください。どうもありがとうございました。続いてはの代表の方に、またパラオの方に、その島国としてのその再エネの推進についてお話しいただきたいと思います。石黒さん、元永さん、そしてザビエさん、お願いします。まずザビエル松太郎さんはパラオ財務省気候変動局の方でいらっしゃいます。ではプレゼンテーションをお願いいたします。おはようございます。今回ここに出席できて非常に光栄に思っています。パートナーシップについてお話ししていきたいと思います。まず最初に自己紹介です。私はザビエル・マツタロウと申します。マツタロウというのは日本の名前です。パラオというのは日本と歴史的につながりがあります。そのようなつながりから来た名前となっています。今回出席できて非常に光栄ですし、政府側のことも話していきたいと思います。パラオということに関してはご存じない方も多いと思います。パラオはフィリピンの南東部に位置しています。カロウインという島があり、フィリピン、それからインドネシアの真ん中ぐらいに地理的には位置している複数の島からなる国となっています。気候変動ということに関して言いますと、インパクトに関しては、今日はあまり触れません。今回はエネルギーに関してのお話となります。そして、緩和計画の目標ということに関しては、運輸、それから固形廃棄物の管理が挙げられます。そして3つ目としては、今回のパートナーシップで重点を置いているエネルギー部門となります。こちらの方が国が
定する貢献に基づいたものとなっています NDC ですね。そしてリーケージがあります、つながりがあります、失礼。そしてファラオの気候変動政策にも基づいたものとなっています。この再エネに関しては 35% の効率化を狙っていく、そして 22% の削減を2005年レベルから比べて測っていきます。そして2年前ですけれども、我々の太平洋島諸島の会議の中でモアナ製薬というものを歌っています。こちらの方でも再エネ目標の達成加速化を歌っています。こうした目標を達成するためですけれども、まず巨大なソーラーファームを設置しました。そしてこの時点ではグリッドの安定化を図るものとなっています。次のステップとしてはバッテリー蓄電池の設置となります、貯蔵向けとなります。そしてグリッドシステムの更新を安定化のために図っていきます。新しいソーラーシステムなどの投入によってです。また具体的に言いますと、さらなる再エネのテクノロジーをパートナーシップを通して配備していく予定です。都市間のパートナーシップ、これは日本 NEUS などと共同して進めています。ありがとうございました。ザビエルさんでした。さて次のスピーカーですけれども、石黒様、日本 NUS の国際部門からいらしてます。皆さんこんにちは、私は石黒と申します。日本 NUS に所属しています。日本 NUS というのはエネルギーと環境のコンサル会社です。私からはパラオにおける活動を説明したいと思います。先ほど松原さんもご説明いただきましたが、パラオ政府が重点が置いていること、これが脱炭素化ということになっています。今回は私の方からこのような政策に貢献していきたいと思っています。そしてこの都市間連携事業を通して貢献していきたいと思います。この C2C プログラムに関してアイライ州において事業を推進しています。これはパラオの自治体の一つとなっています。そして沖縄県の協力も入っています。松田さんもご紹介いただきましたけれども、この協力ということがあります。私の方からご説明するのは、グッドプラクティスや活動が脱炭素化に向けてどのように日本の自治体から世界にのパートナー都市に広まっているかということ図を示しています。パラオもこのプログラムに参加しています。これ昨年のことです。そして脱炭素化社会をパラオの島々で達成していくために何ができるかと言いますと、島というのは大きな課題があります。脱炭素化の達成に向けてです。例えば規模が小さいことということで、リソース、再エネのリソースが限られていくことなどが挙げられます。しかしこのような COP28 などでのディスカッションなども通しまして、やはり時間がないということが分かってきました。私たちは今動くべきです。一緒にアクションを Together for Action ということで進めていきましょう。またマインドセットを変えていくことも必要です。そしてこの再エネをどうやって活用していくかということを考えていかなければなりません。一番簡単なのはおそらくグッドプラクティスを同じような島から導入したらどうかということを考えました。沖縄の浦添市に関しても良い事例があります。浦添市に関してですが、政策や計画を脱炭素化に向けて持っています。そしてそのために地域のエネルギーサプライヤーということで協定を結んでいます。多くの経験やテクノロジーを持っています、この脱炭素化ということに関してです。これは一つの事例なのですが、この都市間の連携事業に関しまして、この構造に重点を置いています。そして多くのグッドプラクティスを
浦添市から新井州に、そして政府に広めていきたいと考えています。これは民間企業の協力もあります。また民間の電力会社、パラオの電力会社、そして沖縄電力などの協力も得られています。また技術的な点ですけれども、それに関しては本永さんの方から沖縄電力の方ですけれどもご説明いただく予定です。ありがとうございました。今ご説明いただきましたように、次の方は本永秀幸沖縄電力代表取締役社長にご登壇お願いします。ありがとうございます。今回発言の機会を与えていただき誠にありがとうございます。沖縄電力代表取締役社長の本永です。今日のプレゼンですけれども、再エネ導入、脱炭素化の取り組みをパラオ国において行うことについてお話をさせていただきます。沖縄電力グループが行っているものです。こちらの地図ですけれども、沖縄とパラオの位置関係を示しています。ご覧のようにどちらも離島です。沖縄電力は県内の38の小規模な有人離島へ電力を提供しています。本島に加えてということになります。その意味で沖縄の電力環境というのはパラオ国と非常に似ていると思います。お互い離島ということで、沖縄電力は30年以上前からハイブリッドシステム、ディーゼル発電と太陽光、風力発電等からなるハイブリッドシステムの構築に取り組んでいます。というわけで我々の経験、それからノウハウを再エネ普及をパラオで進めることに貢献できるものと考えています。まずは沖縄電力の再エネに関する4つの取り組みをご紹介します。まずは風力発電です。下等式風力、倒れることができるタービンですけれども、台風の強風を避けることが可能です。大型クレーンがない離島でも建設運用が可能です。2019年にはトンガ王国に日本の ODA として5基導入しております。さて次ですが MG セットです。こちらは系統安定化対策として再エネ導入が拡大した際に生じるときに使えるものです。このシステムですけれども、およそ人口約500万の離島に2020年度に導入しました。そしてその際に 100% 再エネ運転を10日間連続で達成できました。さて次ですが、小規模マイクログリッドシステムとなります。こちらは地域、エリア単位で再生可能エネルギーをシェアする先導事例となっています。そして最後ですけれども、PVTPO サービスです。こちらの方は利用者も巻き込んだ再エネの取り組みです。このモデルですが、当社にてお客様の屋根に太陽光発電と蓄電池を設置します。これによってお客様が電気の自家消費をすることができます。現在パラオでは15メガワット、いえ13メガワットのメガソーラーの運用が開始され、系統安定化のニーズが高まっています。そこで私たちはこれまでの経験を踏まえて、パラオ国でのカーボンニュートラルの実現に向けて4つのステップが必要だと考えています。ステップ1は再エネ電源導入フェーズです。これは
サイトにあった再エネ電源の選択をすることになります。ステップ2、これは供給側の方から再エネ電源の利用率を高めるフェーズとなります。おそらく現在パラオはこのフェーズだと認識しております。ステップ3、こちらのフェーズは利用者側で再エネ電源の利用拡大を図るものです。最終ステップ、こちらのフェーズは供給者と利用者が一体となって再エネを賢く効率的に使いこなすものです。このような流れを踏まえて重要なのはパラオモデル、つまり地域の事情に即したモデルを構築することです。さて、具体的な取り組みの例としてパラオパシフィックリゾートホテルの事例を紹介します。このホテルですが、電力需要を自家発電で賄っています。そして再エネの導入拡大を目指しています。弊社ではディーゼル発電と再エネハイブリッドシステムの構築を検討しています。そしてグリッドの安定化をしながら、パラオ国におけるこのステップ1、4のモデルとして検討しています。チャレンジングなカーボンニュートラルの実現に向けては、この持続的な取り組みに向けて、パラオの実情に合わせたものでなくてはなりません。海外の技術や資金をそのまま持ち込むのではいけないと思います。そこで、当社としてはパラオ型脱炭素モデルを構築し、このモデルを通してカーボンニュートラルの実現にアジア太平洋などのオセアニアなどの島嶼地域で貢献していきたいと考えています。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。元永様でした。プレゼンはこれで最後となりますので、第2弾のプレゼン好事例のご紹介はこれが最後となります。それでは最後の好事例のご紹介です。まずは堺市、日本の堺市、そしてベトナムのバリアブンタウ省の事例となります。そしてこのプレゼンの後、署名式を行いたいと思います。まずは、それではまず辻尾様、よろしくお願いいたします。プレゼンの方をお願いいたします。皆さんこんにちは。堺市環境局カーボンニュートラル推進部長の辻尾です。脱炭素社会 の実現に向けた堺市の取り組みをご紹介します。はじめに堺市の紹介です。堺市は日本の関西地方、大阪で2番目に大きな都市で、ユネスコによって世界文化遺産に登録されている仁徳陵天皇陵古墳があります。本市は中世から東南アジアとの交易の中心地でした。現在も ASEAN 諸国とのさまざまな分野で交流を続けております。本市は日本有数の産業都市であり、優れた環境、脱炭素技術を有する企業が集積しています。臨海部には複数の製油所や火力発電所、ガス製造所、液体水素製造工場などが立地し、関西のエネルギーの約7割を賄う一大拠点となっております。本市は2050年に向けた長期的な環境ビジョンとして、堺環境戦略を策定しております。この戦略では、この頭文字 C、4つの C キーワードとして、世界をリードする環境先進都市を目指しております。本市では2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、2030年に温室効果ガスの排出を 50% 以上に削減することを目標としています。この目標
の達成に向けて、ゼッチと呼ばれるネットゼロエネルギーハウスや電気自動車の普及促進、工場などへの省エネ設備の導入支援、下水再生水の熱利用や廃棄物発電など、未利用エネルギーの活用など、さまざまな施策に取り組んでおります。また、都心エリアや住宅が密集するニュータウンエリアでは、ゼロエネルギータウンの整備、ゼロエネルギービルの整備を推進し、2030年までのカーボンニュートラルの実現を目指しています。これは日本国政府から選定された脱炭素先行地域の取り組みとして実施しているものです。カーボンニュートラルの実現にはライフスタイルの脱炭素化も重要です。堺市では環境に良い行動に対して電子マネーへの交換やプレゼント抽選に使用できるポイントを付与する堺エコライフポイントを実施しております。マイボトルの利用やシェアサイクルの利用など21項目の幅広い行動をポイント対象としており、ライフスタイルの包括的な脱炭素化を促進しています。また、本市の公害対策や脱炭素の取り組み経験、市内企業による優れた脱炭素技術を生かした国際都市間連携事業も推進しております。そのパートナー都市の一つが本日のテーマであるベトナムのバリア文化賞であり、2022年度から脱炭素スマートシティ形成に関する連携事業を進めております。本市がバリア文化賞と連携することには3つの背景があります。1つ目はバリア文化賞には国際公案があり、産業が集積しているなど、堺市と地域特性が似ているところです。2つ目は、工業団地の環境管理やエコ化など、持続可能な産業への転換が求められていることです。3つ目は、多くの日系企業が立地するフーミー3工業団地があり、日本の脱炭素技術の導入を進めやすいと考えられることです。両都市では2022年4月から脱炭素に向けた都市間連携の準備を進めてまいりました。バリア分担省と都市間連携事業の概要です。ゼロカーボン、サーキュラーエコノミー、スマートシティの3分野で再生可能エネルギーや省エネ設備の導入、バイオマスの活用、廃棄物発電の導入、水素燃料技術の導入といったプロジェクトを検討しております。本市の有する脱炭素の取り組みや取り組みの知見やノウハウ、市内企業等が有する脱炭素環境技術を生かしてバリア分担省の脱炭素化、持続可能な発展に寄与できればと考えております。また同じくバリア分担省で実施される JICA 技術協力プロジェクトとも連携しまして、クリーンシティパートナーシッププログラムの具体的な好事例を創出できればと考えております。堺市からの発表は以上です。この後、バリア分担省からのプレゼンテーションの後、両都市による MOU 締結式を実施いたしますので、ぜひ皆様お立ち会いいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Tsuji. どうもありがとうございました。続いては、ランソンハイ氏です。バリオ文化省の天然資源環境局副局長でいらっしゃいます。皆さん、おはようございます。今回、2010年からの関わりに関して非常に感謝をいたしております。そして日本のパビリオンに関し我々も参画することができ、
非常に光栄に思っています。私のプレゼンはバリア分担省に関するものとなります。こちらの地図をご覧ください。これは東南アジアのベトナムの位置を示しております。ベトナムにはラオスを西、中国を北、そしてインドなどに囲まれた国となっています。そして省と呼ばれる63の省があります。そして中央の直轄都市もあります。さて、南部経済特区にバリア分担は属しています。そして総面積ですがあまり大きくありません。しかしパーキャピタの GDP というのはベトナム平均の2倍となっています。そして輸出入量というのが 40%、 そして FDI がベトナムの 44% を占めています。さて、こちらですけれども、バリア分担の概要となります。非常に所得、1人当たりの GDP が非常に高く、だいたい米ドルで1万4000ドルほどとなっています。これは石油ガス産業を含めてということになります。そして石油ガス産業を抜かすとおよそ7600米ドルとなります。これはベトナムでもハノイやホーチミンに並ぶトップレベルとなります。さて、バリア分担の主要産業です。バリア分担省ですけれども、まず観光業が盛んです。そして石油、重工業、それから化学、そして鉄鋼業などが盛んとなっています。また石油産業などですが、リグの加工と建設などが盛んです。そして地元で加工を行いような活動をしておりますけれども、アジアでこのようなことができるのはわずか3カ国となっています。そして世界においては10カ国しかありません。バリア分担のメリットです。まず4つの大きな利点がある唯一の都市となっています。まずは深海港であるために25万トンの船舶が港に入ってくることができます。そして現在アメリカにノンストップで20本定期運航をしています。また2点目ですけれども、非常にクリーンで豊かな山岳部から来る水があります。そしてクリーンな天然ガス、6つのガス火力発電所があります。そしてこのキャパですけれども4100メガワットとなっています。バリ分担で消費するのがその3分の1、1万3000メガワットの方はホーチミンシティ、それから近隣の省に送電されています。バリア分担と日本などとの協力、国際協力の事例です。2016年から18年にかけて JICA がバリア分担省を支援してくれました。こちらは PBEG と呼ばれる地方起点経済指針によるものです。これは環境に優しい公業の開発を図っていくものとなっています。このイニシアティブには3つの目標があります。最初の目標ですけれども、産業構造を強化すること、そして GDP を2035年までに倍増させること。2点目の目標ですけれども、グリーンな成長を南経済特区で促進していくこと、これは経済環境に優しい工業開発が主要な目標となります。
3つ目のターゲットとしましては、国際的な物流センターになっていくこと、そして南部地域に対する新たな玄関口としていこうというものです。そして3つ目のグリーンモデル工業ゾーンを達成していこうというものもあります。これは JICA の技術協力プロジェクトにのっとったものとなっています。JICA の方ではバリオムンタウ環境配慮型および IT 活用型モデル工業団地経営管理経営能力強化プロジェクトというものをやっています。こちらはまだパイロット的な活動をしているところです。そして環境それからに配慮したものということでベトナムの規制などに整合したものとなっています。すでにこの工場団地の管理に対する政令35が2022年に有効になっています。そしてこれらの財源が日本政府から ODA ということで拠出されることになります。これらのベトナム側の関連省庁ですけれども、ビザ、ドンレ、ドゥイトなどがあります。この PM3 特別工業団地ですけれども、パイロット産業団地の一つとして選択されています。これは脱炭素化、水道、空気、廃棄物、化学物質、そして有害物質管理などを取り扱っていくものとなり、環境管理などを工業団地や企業で進めていくものとなります。ベトナムのポリシーに関しましては、ベトナムの首相がコミットメントを COP26 で表明しています。こちらでは国として SDG に向けてどうやってカーボンニュートラルを達成していくかということを示しています。ベトナムのエネルギー政策ということで、 CO2 のゼロエミッション、それからカーボンニュートラルを2050年までに達成するということになります。そして政府の現行の計画ですけれども、2030年までに風力、ソーラー、水力、バイオマスがベトナムの設備容量の 48% にすることを目指しています。そして2050年までにはこれを 63% ぐらいにしていく見込みです。またバリア・ブンタウは2050年までには国家海洋エコノミーセンターになります。そして東南アジアにおきましても中心的な役割を果たしていきたいと考えています。そしてベトナムで初めてゼロカミッションを達成するような役割を果たしていきたいと考えています。バリア・ブンタウはこれからも観光的目的地として魅力を保ちながら、技術などを必要なものを導入し、価値、それから環境に優しい労働集約などを図っていきたいと考えています。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、局長でした。それでは次の非常に重要なセレモニーに移っていきたいと思います。まず MOU の締結式ということになります。バリア分ダウ省と堺市との間の MOU の締結式となります。それではベトナムのバリア分ダウのウィン人民委員会副委員長に登壇をお願いいたします。
ありがとうございます。それと、松沢地球環境審議官にも立ち会い人として登壇いただければと思います。それでは今回の MOU の目的ですけれども、こちらは堺市、そしてバリア分担省によって証明されることになります。環境部門で協力を強化していくため、そして脱炭素化を目指していくためのものとなっています。循環経済、それから JCM、失礼、脱炭素都市の構築ということで協力を強化促進するためのものでもあります。それで MOU の省締結式、両者、労使、それから省の代表から署名の交換したものの交換ということでお願いします。ありがとうございました。あらかじめ署名した覚書の交換を行いました。それでは写真撮影に入りたいと思います。では開いていただいて写真撮影をお願いします。And then next, you know, I'd like to, you know, the, ask the... それでは、ヴィエン副委員長、それから松沢審議官もお願いします。Okay, could you take the picture of that? It's okay? Okay.The final one in the center. Okay, it's finished. Thank you very much. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、両自治体の代表からメッセージを頂戴したいと思います。まずは堺市長。長藤秀樹堺市長からメッセージ、ビデオメッセージが届いております。本日は今回都合で本セミナーに対人で参加できないためビデオメッセージをいただいております。よろしくお願いします。皆様こんにちは。堺市長の長藤秀樹です。今年日本とベトナムとの間に外交関係が樹立されてから50周年を迎えます。この記念すべき年にバリア分担省と脱炭素に関する覚書を締結できることをとても嬉しく思います。人民委員会のビン副委員長をはじめバリア分担省の皆様のご尽力に敬意を表し感謝申し上げます。この覚書は2050年カーボンニュートラル実現に向けて両都市が具体的な連携をするための第一歩となるものです。先進的な技術の普及や展開によってバリア分担省のスマートシティや持続可能な都市環境の取り組みが進むことを期待をしています。堺市はこれまでに培った経験や知識、市内企業が持つ先進的な技術などを生かして世界に貢献したいと考えています。結びにこのような場を設けてくださいました環境省の皆様、関係するすべての皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。Thank you very much, Mayor, for the, yeah, the message. So now, どうもありがとうございました。続いては、グエン・コン・ヴィン氏の方からコメントをお願いいたします。どうぞ。So, Mr. Yota Matsuzawa, Deputy Director in charge of the Ministry of Environment Japan.
Takahiro Morita, giám đốc phòng môi trường toàn cầu cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Morita Takahiro, JICA 地球環境部部長。Thưa ông Norio Sato, giám đốc cấp cao nhóm lĩnh vực nước và phát triển đô thị Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. To Mr. Norio Saito, Senior Director. Saito Norio 様。アジア開発銀行。バリブンタウ、tôi xin gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn ông Yuta Matsuda, Thứ trưởng phụ trách vấn đề môi trường toàn cầu của Bộ Môi trường Nhật Bản, cán bộ nhân viên Bộ Môi trường Chính phủ Nhật Bản, cơ quan hợp tác quốc tế JICA, Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu, Cục Môi trường thành phố Sakai đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn chúng tôi. First of all, on behalf of the Variable Show を代表いたしまして、松沢氏、そして松沢地球環境審議官、そして JICA、IGES のご協力に感謝をいたします。Tại hội thảo chương trình đối tác thành phố sạch, chương trình nghị sự đô thị và biến đổi khí hậu, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh dành cho hoạt động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28. I myself also very honored and happy to attend. 私もこの締結式に参加できることを大変光栄に思っております。バリア分担集を私が代表しておりますけれども、堺市と今回クリーンシティパートナーシッププログラムを結ぶことになりました。そして気候変動、汚染、生物多様性の損失を含む都市課題の解決に向けてということで、今回 COP28 の会場で締結式が行われております。hoàn thiện các cơ chế chính sách. Một trong những bước đầu tiên quan trọng nhất của việc triển khai cam kết của mình, với nhiều chính sách được triển khai và giảm phát khí thải nhà kính và bảo vệ tầng ozone, giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia, giảm phát khí thải metha đến năm 2030, ban hành chiến lược biến đổi khí hậu giai đoạn đến 2050. Ladies and gentlemen, 皆様、COP26 はグラスゴーで開催されました。ベトナムは世界の各国とともにネットゼロを2050年までに達成するとお約束いたしました。まずそのコミットメントを達成するための最初の一歩、こちらは GHG の削減、そしてオゾン層を守る、また気候変動行動のモニタリング、そして2030年までの GHG の削減というようなものであります。COP28 lần này với mục tiêu đóng góp vào lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam, cũng như đóng góp vào phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong dịp hai quốc gia đang tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn hợp tác với thành phố Sakai trong lĩnh vực môi trường, hướng tới xây dựng thành phố không carbon, kinh tế tuần hoàn và khả năng phát triển các dự án cơ chế tín chỉ chung. Locally, Bà Rịa Vũng Tàu show というのは、さまざまな規制そして政策というものを国の政府と一緒に実施しております。今回この COP28 に来たわけですけれども、ベトナムのネットゼロの への道を実施する所存でございます。またベトナムと日本の関係も強化したいと思います。今年は外交関係50周年にあたります。バリア分担といたしましては、堺と一緒になって環境に進む形で循環、
経済などをこれからも進めていきたいというふうに思っております。Trước khi tiến hành ký kết, do đó chúng tôi tin tưởng và hy vọng trong quá trình triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ, hai địa phương sẽ tiếp tục có những phối hợp tích cực của các cấp các ngành, nhất là Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản trong việc xác định phát triển các dự án để đăng ký theo cơ chế tín chỉ chung, cũng như tỷ lệ phân bổ tín chỉ carbon được thu từ việc thực hiện các dự án. Thông qua mối quan hệ hợp tác sẽ góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác, tạo sự gắn kết giữa địa phương và qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác phục vụ phát triển kinh tế, có bao gồm các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường. During the working process to prepare for the cooperation agreement, 今回締結に向けて双方はベトナムの省庁そして日本の環境省からも支持をいただきました。そして各国の法を遵守した上で締結にこぎつきました。今回 MOU を締結するということで関係を強化していきたいと思います。双方の環境省で協力をしてエセードを設置し行きたいと思っているわけですけれども、こうした協力関係を進めることによって双方の絆も深めることができると思っています。そして経済発展にもつなげることができるというふうに思っております。Wishes on delegates good health, joy, and happiness. 皆様のご健康と、そしてこの2つの当事者の繁栄をお祈りしております。これからこの関係がさらに強化され、そして進むことを記念してご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ウィン、ブリアブンタウ賞を人民委員会の副委員長の方からご挨拶をいただきました。それでは松沢地球神の方から立ち会い人としてのご挨拶をお願いいたします。おめでとうございます。今回 MOU にご署名なさいました。私はベトナムの天然資源庁でその JICA の専門家として協力した経緯がございます。大変良い経験となりました。ベトナムの人々と協力する機会となったわけですけれども、こうして立ち会い人として目撃させていただいたことを光栄に思っております。バリアブンタウ賞とそして堺市には類似点がたくさんあるようです。例えば経済活動ですとか、また産業に関してもです。鉄鋼の製造、そして石油化学産業などが存在するということですけれども、そういうことでこちらの協力関係連携が大変良い成果を生み出すものと確信しております。 C2P2 プログラムに基づく連携でありますが、私といたしましてもこのプロジェクトを支持いたします。JICA と一緒に推進していることによって、そしてアジア開発銀行も巻き込んでいきたいというふうに考えております。松沢環境審議官の方からも強い支持をいただきました。それでは MOU の締結式を終わらせていただきます。それではお席に
お戻りいただけますでしょうか。もう一つセッションがございます。しかし時間がありますので、こちらはスキップいたします。ということで、以上でこのセミナーを終わらせていただきます。皆様のご協力どうもありがとうございました。